こんにちは。本日は小室圭夫妻、ロイヤルチート発動、金の流れと恐るべき報道規制、この報道規制をやめ、内閣官房機密費、外交機密費の利用に関する疑惑を晴らせというテーマでお話をしたいと思います。なぜ今でも VIP 待遇なのか。ニューヨークに移住した小室圭夫妻、アメリカの雑誌が疑問視、普通に暮らしたいと言いながらと苦言、ある米紙はニューヨーク到着においても VIP 待遇だったと報じております。空港では警察当局警備担当にエスコートをされ移動し、ジャーナリストたちに迎えられた。このようなことが普通の民間人にあり得るでしょうか。通り過ぎる際は会釈こそしたが、国際線ターミナルで待ち受ける数十人の報道陣のために立ち止まることはなかったと伝えております。これは国内でも報道されていますが、エコノミーのチケットを取った小室夫妻ですけれども、これに関しては航空会社の配慮によりビジネスクラスにアップグレードが無料でなされたという報道があります。さらに小室夫妻の映像は撮らないといった形で、日本のテレビメディアは総領事館に対しこういった協定を結ばされたということにが報じられております。この総領事館の暴走による協定、家賃はワンベッドルームでも月40万円、フローリングはこのような、ね、模様がついており、家電は備え付けであると。住民用のジム、ヨガスタジオが完備、27階建ての屋上にはニューヨークの景色を一望できるスカイデッキもあるというふうに、記されております。小室圭に関しては事前にね、眞子氏と一緒に、アメリカに到着したわけですけれども、もともとの計画では小室圭が、アメリカにおいて、家探しをし、その後で、眞子氏が一人で、アメリカに渡ってくるという、青写真を想定していたようですが、小室圭は年収もね、非常にアメリカのニューヨークの水準に比べれば非常に低くなっておりまして、この、身分ではですね、このようなね、家探しっていうのは当然できません。門前払いになってしまうということで、残念ながらね、小室圭一人で、家を探すことができなかったので、日本のねロイヤルチートを使って、日本系のね、財閥系の日系のね、管理会社のこのね、アパートメントを確保したということが報じられておりますと。もともとはね、治安が悪かったところだったということですけれども、現在はね、比較的セキュリティがしっかりしているということですけれども、最近でもね、今年でもまだ事件は発生しているということで、警備費がね、よりね、かかるようなエリアになっているということが報じられております。この問題になっている、ね、総領事館ですけれども、ニューヨークの日本総領事館に小室夫妻の担当者が置かれるということで、ビザの、ね、発給に関してもロイヤルチートが使われたのは間違いない、通常は3ヶ月とか、1年といったスパムで、取得がなされる、そういったスパンで、どんどん、時間を、ね、かけながら、あるいは日本のね、在東京のアメリカ大使館に、普通は召喚されて足を運んで、面接を受けて、ビザを取るということなんですけれども、それもスキップをして、超高速のね、ロイヤルチートビザ取得というものをぶっかましたわけですけれども、そういうこともね、ロイヤルチート、ロイヤル特権、皇室特権という形をフル活用した形になりますけれども、当然ね、通常の赴任者、駐在者であれば置かれないような担当者というものも置かれたということで、日本人要人として最重視しているということになっております。
仕事をね、していないにもかかわらず、まあ、こういう扱いを受けていると。最近、総領事館とニューヨークに拠点のある日本のテレビメディアとの間で協定が結ばれたと。その内容は、生活の様子などの映像は撮らないということで、まあ、海外メディアや週刊誌、個人の SNS などの映像を使用することも NG だということですね。海外メディアはね、比較的自由にね、詳細に、まあ、写真を撮ったりとか、報道したりということをしておりますので、まあ、週刊誌はね、その映像、写真ってものを使うんだろうというふうに推測されますが、日本のね、テレビメディアに関しては、まあ、これにいいだくだくと従っているということになります。そのまあ、バーターとしてというか、代わりとして、まあ、総領事館の仕切りで今後は、まあ、代表のメディアに帰国する小室さんや眞子さんの空港の撮影、これに関しては許可されるといった形で、定期的に代表取材の場が設けられるというふうに、関係者は語っておりますが、これに関しても怪しいということで、まあね、そもそもあまりね、海外の生活の様子なんてね、気にする日本の国民もね、少ないでしょうから、そんなことよりもお金の流れ、ロイヤルチートの実態、こういうものにきっちり迫っていく姿勢っていうのを、ね、メディアには求めたいけれども、まあ、実際には日本のメディアにはそこは、まあ、期待できないだろうというような落胆の気持ちというものを私は持っております。小室圭夫妻、ニューヨーク生活の警備費に年間数百十万円かということで、先ほども出てきてるね、問題の領事館、特別対応だということになっております。まあ、日本のね、財閥系が管理するね、ね、新居。まあね、日本をわざわざ飛び出してね、海外に逃亡した夫妻ですけれども、そこでもね、日本のね、面倒になっているということで、まあ、恥ずかしいというふうに感じてほしいんですけれども、まあ、こういったね、高級マンションの賃料というものは、K さんの給料では、小室圭のね、給料では生活費が残らない。これ当然ですよね。フルタイムで働いていなくて、弁護士のね、試験、資格取れてないわけですから。しかもね、今、テレワークしているという報道がありますけれども、そんなね、ことで、一体どんな仕事ができるんだということで、まあ、600万円では全くね、足りないという指摘ですね。さらに、米国でのね、先ほどのような説明したようなね、治安が必ずしも良くないというところになっておりますので、万全のセキュリティを、まあ、期さなければなりませんので、さらにね、高額の警備費がかかるというふうにされております。まあ、皇室をね、離脱したとはいえ、日本のね、皇室に属していた皇族であったという人間であるならば、絶対にね、とんでもない事件とか、そういうものに巻き込まれるようなことがあってはいけませんので、しっかりとね、警備をしなければなりません。しかし、このね、イギリスの新聞紙は、小室夫妻の新居が、に関してね、月50万から賃貸が可能だというふうに言っておりますけれども、これは家賃だけで、給料が消えてしまう計算で、小室夫妻の家計の中で、やりくりすべき、高額のね、警備費、これを一体どうやって、確保していくんだということになれば、ロイヤルチートパワーを使わざるを得なくなるよねというようなことが厳しくね、指摘をされているわけであります。まあ、小室圭に関しましては、まあ、宮内庁の長官にですね、自己採点で弁護士の試験に関して手応えがあったというふうに語っているわけでありますが、現実には自己採点というのは非常に難しいということも明らかになってきておりますし、そういうね、宮内庁が
官邸に掃除するような話、これをなぜ小室圭はまさにね、身勝手な自己採点、偽りの自己採点の結果を伝えて、それはね、官邸の判断に、スケジューリングに影響を及ぼすようなこと、これをね、軽薄な小室圭が行ったということに関してはね、驚きの念を禁じ得ないわけであります。まあ、問題のね、領事館、ニューヨークのね、日本総領事館は、眞子さんのね、この相談窓口、これをね、配置するということ、まあ、さらにこれに並行する形で、ニューヨーク市警には、際の情報を伝え、巡回など、状況に応じたフォローを要請していると。ただ、これだけでは不十分で、現在ね、ニューヨークの警察というのは、なかなか資金面的にもね、資金繰りが厳しいということで、なかなかこういう、アメリカのね、警察自体は、こういったフォローをするっていうのは、現実的には難しい、そういった状況になっておりますので、セキュリティに万全を期すという形であれば、民間のね、警備会社などに頼らざるを得ないということは、これ、明らかですので、まあ、どういった形でね、今の、まあ、ちゃんと働いてない小室圭夫妻がどういった形でね今後考えているのか、今後もロイヤルチートを使い続けるのか、そういったところに我々としてはきっちりと目を光らせていく必要があるわけです。なぜアメリカに逃亡した連中にロイヤルチート、これはね、使われるね、必要があるのか。彼らが我々にね、何のメリットをもたらすのか。そういうことをしっかりと議論し、ね、機密費の内訳についてもきっちりと明らかにしていく必要があるということを厳しくね、指摘をして、引き続きね、この問題に取り組んでまいりたいと。いうことを申し上げたいというふうに思います。ありがとうございました。